皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは岩手妻子5人殺害事件です。この事件は平成元年に岩手県で42歳の男が妻子5人を自宅で殺害した事件です。犯行から4日後、男は公衆電話から110番通報し自首しましたが、その間妻子5人の遺体は自宅に放置したままでした。犯行の動機は何だったのか、家族の間で一体何があったのか、まずは事件概要からどうぞ。事件概要。1989年8月13日午前5時20分頃、岩手県種市町に住む無職の男 K、 当時42歳から妻子5人を刺し殺したと110番通報があった。捜査員が K 宅に駆けつけたところ、寝室と子供部屋で K の妻当時37歳と長女当時14歳、長男当時13歳、次男当時10歳、三男当時6歳の5人の遺体を発見し、司法解剖の結果5人の死因はいずれも頸動脈頸静脈切断と断定され、長男の背中には多数の刺し傷があることも確認された。これらのことから警察は殺害された妻子の夫 K を殺人容疑で逮捕し、取り調べを行ったところ、まさかと思うような信じられない些細な出来事がきっかけだったことが判明したため、世間でも驚きの声が上がった。その後、起訴された一審判決では無期懲役となり、二審では死刑判決が言い渡されたため、弁護側は上告していたが、上告中に K は体調を崩して死亡してしまい、この事件はあっけなく幕切れを迎えた。妻との出会い。妻子5人全員を殺害した K は、岩手県種市村で生まれ、地元の小中学校を卒業後、父親が営んでいた配線解体作業を手伝っていたが、その父親が他界すると、船を転々と変えながら漁船員をしたり、土木作業員などをして生活していた。その後、1973年頃、K は病気で青森県八戸市内の病院に入院した際、同じ病院に入院していた妻と知り合い、結婚を前提に交際していたが、妻の両親が財産もなく生活も安定しない K との結婚を反対していたことから、二人は駆け落ちし、妻が妊娠したことをきっかけに、両親は結婚を許し、二人は1974年に入籍した。入籍後に夫婦は、事件現場となった住宅で4人の子供を設け、平穏な家庭生活を営んでいたが、一方で K の仕事に対する怠慢具合は変わらず、漁船を転々とし、仕事を途中で投げ出すなどもしていたため、収入が安定せず、家賃すら満足に払えず、妻が内職の仕事をして、かろうじて家計を保っていたという。このような生活の中、収入をめぐって妻との間でしばしば口論になることが増え、1988年春頃、K は妻から稼ぎがないとなじられたことに怒りを覚えたことで、妻に殴る蹴るの暴行を加えたため、妻は子供たちを連れて実家に戻り、K との離婚を決心したが、K が真面目に働き、無断で仕事を辞めたりしない、暴力も決して振るわないと謝罪して誓約したことから、別居から1ヶ月余りで妻と子供が自宅に戻ってきた。しかし、せっかく妻と交わした誓約を破る出来事が起きてしまった。裏切り。 K はしばらくの間妻と交わした誓約を守り、イカ釣り漁船に乗って漁船員として真面目に働いていたが、1989年7月20日船が港に一時帰港した際、 K は他の漁船員の働きぶりに不満を感じたことから船を降りると、 K のいとこの説得も聞かず自宅に帰ってしまった。このことを知った K の妻から、 K は口うるさくなじられたため腹を立てて妻の顔面を殴ったところ、妻は K に離婚届を突きつけて離婚を迫ったが、K はその離婚届を破り捨て離婚を承諾しなかった。その後しばらく離婚話は出なかったが、ある日妻が実家の家業の民宿を手伝うと言って一日だけ実家に帰った際、 K はもともと妻の実家が自分との結婚に反対していたことから、妻が実家に帰って離婚話をすると実家側が離婚の後押しをしてくるのではないかと不安を覚えた。そんな矢先、事件のきっかけになるある出来事が起きた。
とっさの感情爆発。事件前日8月8日、 K の不安を煽る出来事があった。この日 K の母親のもとに妻の実家から連絡があり、夫が病院で検査を受けるので娘を手伝いに起こしてほしいと言われたとの話を K は母親から聞かされ、妻が実家に帰ってしまえばいよいよ離婚させられ、前回の離婚騒ぎの時と同様に子供たちも妻についていってしまい、自分は一人きりになってしまうのではないかと、これまで以上の不安を覚えた。同日夜、 K はそんな不安を隠したまま妻と一緒に酒を飲みながら台所兼居間で寝込んでしまったが、翌日午前5時頃に目を覚ますと、妻と三男が寝ている寝室に入り、妻の隣で寝ようとしたところ、自身の腕が妻の腕に触れた瞬間、妻は K の腕を跳ねのけて背を向けるような動作をした。この時 K には妻が目を開けていたように感じたため、 K は先ほどの腕を跳ねのける動作は自分に対する嫌悪感の表れだと認識し、妻がこのような態度に出たということは自分との離婚の決意が固まっているからだと思い、常に抱いていた離婚への不安が頂点に達し、とっさに殺意が芽生えた。その後 K は一升瓶に約7合くらい残っていた日本酒をラッパ飲みすると、自宅の神棚から刃渡り約 15.5 センチのマキリと呼ばれる漁業用の刃物を持ち出し、妻と三男に襲いかかり、次に子供部屋で寝ていた長女と次男を襲い、4人は抵抗する間もなく殺害された。そして長男は次男が襲われていた際に目を覚まして逃げ出そうとしたが、K に部屋の隅に追い詰められ、背中を刺されるなどした後首を切られて殺害された。犯行の自白。妻子5人を殺害した K は、台所にあった日本酒の一升瓶の封を切り、約5合飲んでその場に寝込んでしまい、午後10時頃に目を覚ますと、冷蔵庫の上に置いてあった妻のカバンの中から14万1000円を抜き取り、その後洗面道具や日本酒の一升瓶を持って留守を装うために玄関の外側から南京錠をかけ、自転車で実家に向かい再び眠りについた。翌日午前10時頃、 K は起床すると尻紙にペンで、みんな連れて行く、許せと書いて、それを財布の中に入れ、実家の物置からロープを取り出し、近くの川にかかる鉄橋の下に行き、鉄骨部分にロープをかけて自ら命を絶とうとしたが、死にきれずに断念し、再び実家に戻り日本酒を飲んで昼寝をするなどして過ごした。それから2日間ほど食事を取らずにブラブラ過ごす中、実家の台所からマキリを持ち出し、自ら手首を切って命を絶とうと試みたが死にきれず、 K はついに8月13日午前5時20分頃、実家近くの公衆電話から110番通報して犯行を自白した。このことがきっかけで事件が発覚し、その後新聞やテレビで大きく報道されたことで世間や地域住民に大きな衝撃を与え、裁判の判決に注目が集まった。精神鑑定。1989年11月11日盛岡地裁で初公判が開かれ、弁護側、検察側の双方とも起訴事実に関しては争わず、犯行時に多量に飲酒していた K の責任能力の程度と確定的殺意を抱いた時期が主な争点となった。弁護側は、 K はもともと知的水準が低く短絡的になりやすい資質で、妻との結婚問題について悩み、精神的疲労が極度に溜まった状態で、たまたま触れた腕を妻に払いのけられたことをきっかけに、日本酒7合ほどを一升瓶から一気飲みしたことで意識朦朧状態になり、その状態において殺意を抱いているため、 K は犯行時心神耗弱の状態にあったと主張し、起訴前の簡易的な精神鑑定の結果に異議を唱え、再度の精神鑑定を申請した。これを受け裁判所は精神鑑定の申請を認めたため、鑑定が行われた結果、飲酒の影響により判断能力が低下していた可能性があると判断されたが、公判の中で鑑定人は、 K は以前から妻子を殺してやりたいと思っていたところ、妻に腕を払われたことで殺意を抱いているが、この時点では心神耗弱に該当する複雑酩酊の状態ではなかった。しかし
自分を勢いづけようと日本酒をラッパ飲みした直後には複雑酩酊状態だった可能性は否定できないと述べ、これにより検察側は K に責任能力はあったとして死刑を求刑し、一方の弁護側は犯行時 K は飲酒のため複雑酩酊に近い状態で意識は正常性を欠いていたと軽減を求め、裁判所の判断に注目が集まった。極刑判決。1989年11月16日、判決公判が開かれ、K に対し大半の予想を覆す無期懲役の判決が言い渡された。裁判長は K が犯行時に心神耗弱状態だったとする弁護側の主張を退け、K の完全責任能力を認定したものの、量刑については K に有利に組むべき事情もいくつか認められると指摘し、極刑をもって望まなければ国民の正義の観念に反することになるとまでは言い難いものがあると結論付けた。この判決を受け、弁護側、検察側の双方が判決を不服として控訴した結果、1992年6月4日に開かれた仙台高裁での控訴審判決で、裁判所は第一審の無期懲役判決を破棄し、検察の求刑通り死刑判決を言い渡した。この判決について裁判所は、本事件は材質、結果とも誠に重大な事案で、犯行の残虐性や動機に格別酌量の余地はないと指摘した上で、一審の本事件は無理心中と判断したことについても、事実認定や犯行の本質への評価を誤ったものと述べた。そして、K が事件後に自首したことや、罰金刑以外に前科がないことなどを考慮し、慎重に熟慮を重ねても、K に対して極刑をもって臨むことはやむを得ないと結論付け、弁護側が主張していた死刑は憲法違反との主張についても、最高裁の判例で示された通り死刑制度は憲法に違反しないとして弁護側の主張を退けた。この判決後、弁護側は最高裁に上告したが、上告中の1992年10月6日夜、 K が収監先の宮城刑務所で体調を崩して入院し、その10日後の16日午後、入院先の病院で死亡したため上告は棄却され、この事件の幕が強制的に下ろされるとともに、 K は45歳で人生に幕を下ろした。この事件は最高裁への上告中に K が死亡していますが、生存していたとしても上告は棄却され、極刑判決が確定していたと感じます。しかし、離婚される恐怖だけでなぜ子供の命まで奪う必要があったのか、この手の類似事件は他にもありますが、本当に理解に苦しみます。傍から見ると4人も子供を作っているため、経済的な問題はあったとしても決して夫婦仲が悪かったとは思えないため、不思議でなりません。むしろ酒の影響で心神耗弱だったと言われる方が個人的には理解できるほど、我が子に手をかける状態とはどのような思考に支配されているのかがわかりません。これは私の想像ですが、おそらく K は自分に自信がなく、相手を信じることができないなどで束縛思考が強かったのではないでしょうか。もしかしたら過去の恋愛において浮気されて傷ついた経験などがあり、妻や子供が人のものになるくらいなら殺した方がマシだと考えたのかもしれません。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか。